新首相に就任した労働党首、トニー・ブレア1997年イギリス総選挙は、イギリス議会の議員を選出するために1997年5月に行われたイギリス総選挙である。1994年に労働党の党首に就任したトニー・ブレアのもとで党への支持を拡大しつつ、あった労働党が保守党から政権を奪回できるか否かが注目された。 選挙の結果、労働党は、地滑り的な大勝利を収め、18年ぶりに与党に、返り咲いた。政権の座を退くことになったジョン・メイジャー第三党で、ある、自由民主党党首のアッシュダウン選挙を目前にした4月、上旬に、各党はそれぞれ、マニフェストを発表した。保守党の選挙考量は、減税や雇用、経済対策に重点を置き、対する、 労働党の選挙綱領は、教育や雇用、地方分権に重点を、第三党の自民党の選挙綱領は、教育や経済、環境、コミュニティなどを中心としたもので、教育や雇用、減税などを争点に争われた。政権獲得を狙う労働党は、18年間の保守党政権は失敗であったと規定した上で、イギリスはもっとより良い生活を受けるに値するという、 キャンペーンを展開し、変化を訴えた。対する、保守党は、経済状態が良好であることを強調し、イギリスは、景気づいている。労働党がそれを吹き飛ばそうとしていると応じた。出典英国会員資料を、ジェネラルエレクションリザルツ、1名1997より引用して作成した。なお、当選者がなかった政党については省略。 選挙の結果、労働党は決闘以来最高の418議席を獲得し、1979年のジェームズ・キャラハン政権下で行われた総選挙での敗北で政権を失って以来18年ぶりに与党となった。反対に保守党は現職閣僚7名が落選、ウェールズとスコットランド両地域で全議席を失った他都市部でも ロンドンとバーミンガムの一部選挙区を除き全敗、決闘以来最低の165議席で大惨敗し、野党に転落した。第3党の自由民主党は、得票率は前回並みであったが、労働党との戦略投票により、議席数を前回より大幅に増やし、決闘以来最高の46議席を得た。 この3政党以外のウェールズやスコットランド及び北アイルランドなどの地域政党も検討した。労働党の対象以外にもう一つ特徴的なこととして女性議員の大幅な増加が挙げられる。前回の総選挙における女性当選者は60人で会員全体の9%余りに止まっていたが本選挙でほぼ倍増の120名が当選し、 会員全体の18%が女性で占められることとなった。特に労働党のみで見た場合は102名が当選、当選者全体の24%、女性当選者全体の8割以上を占めたが、これは当選可能性が高い接戦選挙区に女性候補者を積極的に擁立した措置によるものが大きいと言える。ありがとうございます。